皆さんこんにちはこんばんは。ということで今回なんですが、発売までねもう1週間ですよ皆さん、予約したでしょうかということで、V ジャンプの方で、ドラゴンモンスターズ3の先行プレイレビューが、出ました。でクリア時間とかそこら辺も書いてあったので、そこら辺ね、今回ご紹介していきたいなと思いますので、動画の方もねあるんですけども、そちらねちょっとネタバレが嫌だなっていう方はですね、まあこの動画ではネタバレないんですけども、概要欄に貼っとくので、まあ、ネタバレが嫌だなっていう方は見なくていいと思いますけども、まあ興味がある方はですね、そちらの動画もですね、この動画見た後にですねぜひ見てください。それではですね早速やっていきたいなと思います。ということでこの動画がですね投稿されるのが11月23日だと思います。ということで残りですね24、25、26、27、28、29、30、もうほぼ1週間切ったんじゃないのかなぐらいなんですよ。でですね最初ねちょっとね体験版が出たのが結構早くて、で9月ぐらいに盛り上がったゲームだったりするんですよ。なのでですねちょっと大丈夫かなと結構心配だったと思うんですよ。僕もそうなんですけども、なんとですね結構売り上げもなかなかいいんじゃないのか、そこらまたねちょっと後でねちょっと言いますけども、なかなかあとね25日ぐらいからテレビ CM が流れるっぽいんですよ。なのでですねそこら辺からまたちょっと売り上げもググッと上がってくるんじゃないのかななんて思いますし、これね対戦ネット再生があるんですよ。なのでですねちょっとそこら辺も含めてですね、まあねちょっと人口増えればですねやってる人が増えればですねそこら辺盛り上がっていくと思うので、僕もね動画でですね盛り上がっていきたいなと思います。ということで冒頭言ったんですが、 V ジャムさんの方ですね先行プレイレビューが来ましたということで、早速ねちょっとね語っていくんですが、まあ内容的に動画があるんですよ、あるんですが概要欄貼っておきます。ただちょっとボス戦がちょっとあったのでとかあったんですけど、まあまあ大したネタバレではないんです。興味がある方見てくださいね。この動画の内容ちょっと今流すわけでいかないので、まあ初期のねモンスターの配合のお話、上限値、そしてスキルの引き継ぎ、まあサイドの方もねちょっと V ジャンプのサイトを貼っとくんですけども、スキルの進化のお話とか、まあ、パラメータの話ですか、丸々のコツ、丸々ブレイク台とか、そこら辺のね本当基礎的なものが書いてありますということで、まあ、興味のある方、まあ、体験版とかやってたらなある程度わかるのかなと思いますし、まあ、過去作やったらって思うんですが、まあ、ちょっとね僕もちょっと過去作そんなにめちゃくちゃやり込んだわけではないので、まあ、何レベル配合するかレベル10より可能になるかとか、まあ、そこら辺もちょっとまあ初心者的なものなんですよ。ただねちょっとねびっくりしたのが、びっくりしたっていうか体験版で皆さん L サイズ捕まえました。僕ね L サイズ捕まえてないんですよね。フィールド上にいるひときわですね大きいシンボルは強敵はですね L サイズの中でもかなり大きい部類ということで、仲間にできればですね配合で L サイズ化が目指しやすいということで、これちょっと画像貼っておきますけども、左が S で右が L なんですけど、怖すぎだろもう大人とか子供とかそういうレベル、俺このレベルのやつ、まあ、見たこと L サイズ体験版ね、僕言うことそんなに最強のなんかメタルハンターでしたっけを作って終えているんです。やり込んじゃうと、まあ、飽きちゃうじゃないですか。なんですが L サイズ見てないんですが、これでかすぎだろこれ、こんなんですか、こんなでっかいんですか。ちょっと楽しみですよね。ちょっとねそこも含めてね竹山じゃないわ、早くね発売してねちょっと L サイズ集めてみたいなと、なんかねなんだっけメタルハンターとかあそこら辺のねね、L サイズちょっと見てみたいですよね。でですね、ボードが言っているんですが、レビューが、ですね、出ております。このサイトに載っているんです。ちょっとそちらね、ちょっと読んでいきたいなと思います。全体的なプレイの感想ということで、ね、ということで、やはり配合、ここで合ってますね。いきますよ、ちょっと読みますね。これがプレイレビューなんですが、V ジャムさんの。やはり配合と育成の楽しさが際立つということで、素晴らしい。で、トレジャーズがね、ちょっとねやっぱ配合とかなかったのでちょっと寂しいところではあったんですけども、あいけるということで、やはり配合とエクセント楽しさが際立つ。今回はですね先行プレイだったので本気のプレイはですね製品版に取っておこうという考えていたのですが、いつの間にかですね配合の祠に入り浸る日々。配合の祠ですか、配合の祠ってどこでしたっけ、配合ジジイじゃないですか、なんか新たなどこのことなんですかね配合画面は、開きすぎて、配合画面を開きすぎて地下1階の BGM ほぼ現実世界の BGM になっていたということで、試行錯誤して強くしていくゲーム性が好きなプレイヤーはとことんハマれる様子だということで、まあモンスターズ系好きな人にはもう間違いないのかなという感じで安心して買えるんじゃないですか。ストーリーをですね優先的に進めるか、じっくり配合してモンスターを強くしていくのか、
行くかでも大きくプレイ時間も左右される。自分の場合はだいたい背後に悩みながらプレイしていたため、50時間で終盤の途中までだったということで、これちょっと難しいよね。だいぶなんだよな。これだいぶをどう捉えるかですよね。どうなんだろう。でも配合やるある程度やりますよね。多分やるよね。皆さんやりますよね。で野良で捕まえたやつで倒していけるほどの難易度のトーナメント戦っていけるのかって話なんですが、配合は ある程度やると思うので、なら50時間くらい遊べんのかなっていう感じですよね。50時間でまだ終盤の途中なんですよね。ただ繰り返しプレイしている上で全体的に操作のレスポンス部分とか、牧場の 利用のテンポ感、ロード時間の長さなど何点も少なくないのは事実ということで、これはねスイッチね、やっぱりプレステと比べるとちょっとねロード時間がちょっと目立つっていうのももちろんあるんで、オクトパストラベラーもそうだったんですけども、まあ、プレステ版よりもやっぱちょっと少しだったんですが、まあまあそこら辺は大丈夫、まあまあちょっと気になるかなと思いますが、まあ仕方ないですよね。だってこれプレステ出ませんからね。まあだから大丈夫かなと。でグラフィックの部分を含めて惜しいところも多いということで、これどうしてもねスマホゲーっぽいところあるよねなんて言われていたじゃないですか。まあそこら辺をね、もう心配の方はね、まあ一回その体験版あるんで、とにかく体験版より画質が良くなることはないと思うので、まあそれはいいかなと。この後は体験版を通して、体験版を通して分かる部分でありと製品版でも同様ということにはなる、確かにですね。戦闘部分に関してはですね、2倍速、おまかせ戦闘があると、おまかせ戦闘あるのいいよね。ちょっとレベル上げとかやりたいと思います。こちらのテンポ感は良好ということで、サクサク、進めやすく、レベル上げにも苦がならない。これいいですよね。育って僕的にはちょっとレベル上げまずほどやりたいタイプなんで、結構なもっと大変でもいいんですけど道中はですね、お任せ戦闘で気楽に、ボス戦では敵機命令で慎重にとメリハリのあるバトルができるということで、加えて本作はですねストーリーにかかる会話シーンがほぼフルボイスかつ自動メッセージ送り機能もあるので、いい意味でながらプレイがしやすいと。限られた時間の中で他のことと同時進行 しやすいのは結構助かるのであるということで、まあ現在のね、まあ、現在のゲームっぽくていいんじゃないですか。そこら辺をねやりやすいと思います。でですね、ここからなんですが、まあ、注意点になるのかな、不安点じゃないんだけど、不安点は多分ロードの時間だけだと思うんですよ。まあ、これをね、まあ、気になる方もいると思うんですが、もうねこれね、これでしかできないんでね、もう仕方ないです。諦めましょう、諦めてくださいということで、途中ですね、これあとストーリーの部分というのなんですが、途中からですね、ドラゴンクエスト4のですね、導かれし者たちの物語がピサロ視点のもう一つの物語として描かれるということで、これはあれなのかな、アナザーストーリーなんですけども、これはもう一つだから確定なのかな、シンシアがねどうなるかちょっと僕めちゃくちゃ気になってるんですよ。それがちょっとどうかなと思うんですが、シリーズ1には必見の内容ということで、もちろんね、ドラゴン4をプレイしなくても十分に楽しめるので、未プレイでも、未プレイユーザーでも置いていくボリになることはないと。ただですね、これリメイク版でしかピサロって6章でしたっけで仲間になったりするので、まあ、そこら辺も含めてね、まあ、やってた方がいいかなということでですね、でピサロのね、命運はが本作でどうつながっていくのかということで、余裕があれば今のうちにプレイしとか、まあスマートフォン版もね配信されてるのでいいですよね。ということでロザリーも可愛いと思うんですがということで、まあこんな感じのねレビューということで、まあ、気になるところは、まあ、クリア時間はまあ50時間ぐらいじゃないですか、普通にやれば。でロード時間ですね、あとやっぱりドラケ4を知ってた方がいいなということで、まあ、ここら辺がね、今回の先行プレイレビューで分かったということになっています。でですね、最後なんですが売り上げ見ていきましょう皆さん、ということに11月23日ですね、なんですが、Amazon のですね、予約ランキング、売り上げランキングでね、売り予約すると購入したってことになっているので、どれだけ売れてるかということで、いやー強いですね、桃鉄強いですね、ワールドということで、その下がマリオワンダー強い、スーパーマリオ RPG よりも前に出てるのに浅いになっちゃってますよね。で案外売れているプレステ4、あ5ですか、めちゃめちゃ売れてるよね。でですね、こちらなんですがドラケ3のね、ちょっとすごいですね、特典付きの方ですね、9155円の方が5位、6位ということで、今週25日からね CM がまた来るので、またちょっとですね売り上げ変動あると思いますが、皆さんねちょっとね、まあ、今までのモンスターズ好きな方だったらね間違いなさそうな内容になっていますので、
まあ、興味のある方はとにかく、ね、体験版やってもらってですね、興味がある方、興味じゃない、もう絶対面白いと思うので、モンスターズ好きな方はね、なので予約してですね、発売日に僕と一緒にやってみませんかということで、今回はこの辺でおります。よろしければチャンネル登録、高評価ならもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。